さんこんにちはこんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家のアと三橋高明です三橋 TV は三橋高明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはい、えー、ゴールデンウィークに入りましたけれどもはい、えー、5月21日 三沢市経済塾第11期第5回講義が開催されますゲスト講師は非公開でございます、はい、形成手段ですが今月はですね第40回、えー、平将門の乱坂東もン坂東ってしてねおかんないです関東の頃ですね、えー、関東地方の頃です関東のことを坂東坂東って言って歴史事実が、えー「ウクライナ国民共和国」というタイトルでお送りしますのでぜひ皆さんご入会いただければと思います今日はね結構ショッキングな話 <え>もうね腹たがにえくり返った私でもねい,いい話なんだけどそのオチが腹渡が煮えくり返るの,<ー>あの。以前からですねその民主制における中間組織の重要性を話してるじゃないですか。はいまあ、我々有権者の主権って1億分の1なんでその1億分の1がね政治家に声出しても、まあ、ほぼ無視される。だから連携しろって言ってるわけですけど。うん でもまあ、その連携して具体的な組織としてはどうなるかというと、まあこういう中間組織ですよね。はい。講演会とか、諸業界団体とか、組合とか、企業等のこう中間組織っていうのがまあ必要で、もちろんこれ本当厳密に書くと、その中間組織の連合とかが必要なんです。はい。わかりますどういうことですか例えば、えー、全、あの、連合、労働組合の連合。はい、あ、連合って労働組合じゃないんですよ。え労働組合の連合なんです。 ああ、そういうことか。かいろんな労働組合の<う>ってことですかであるいは農協系だと全農。はい、あるいは農協の,あの連合なんです。<laughs> 農協という組合の連合、はい。ということなんですね。という形で、こう、できるだけ数を増やす。はい、<laughs> 関係者の数、ステークホルダーというか、そのステークホルダーの数を増やせば増やすほど、政治的な影響力を発揮できる。で そういう、その、中間組織がまとまって声を出して政治を動かすって、これ民主制の基本なんですけど、はい、ただ、そのグローバリズム的には嫌だから、うん、その、既得権益だあって言って、はい、圧力団体だとか言うんだけど、既得権益とか言うんだったら、日本国民全員日本国民という既得権益者じゃんかって話に加えて、圧力団体って当たり前だろって思う。<laughs> はい だって圧力かかけななないいいととと政治動んもうことなんですねそんなこと言ったらなんかあの日本最大の圧力団体って経団連じゃないかとあるいは経済同友会じゃないかという話なわけでございますい。ということでんだろうその、まあ、要は例えば農協とか分かりやすいですね農協あるいはその全中今全中あるのかな <laughs> 全中とかそういう農協系が集まった圧力団体でいいでしょ。 それで日本の農業を、例えばもう遺伝子組み換え売りまくるとか、ゲノム編集売りまくるとか、やりたい人たちにとっては邪魔なんですね。うん、特に全農と全農グレインですね。うん、まあこれ何回も話してきましたけど。だから既得権益だとレッテル張りして、あいつらは政治的圧力団体だって言われるとなんか悪いイメージがあるでしょ。イメージありますイメージあるでしょ。はい、そういうのを、そういう、そのプロパガンダで潰すと。いうことをやるんです。でもこの当たり前じゃねえかと。あるいはその農協系の国会議員ね。 農農協協票でで選ばれたた国会議員そ農協のために動くんです当たり前だならそんなのと「<laughs> 議員って感じでレッテル張りして攻撃したの。<ー>もしあれですよね本当にこれがないんだったら我々どうやって国会議員選べばいいんですかと。でいったら、まあ、直接この権力と有権者がダイレクトで結びついてマスコミを支配したものの戻りの政治になるでしょうと、うん、だって議論の場がないもんねだってこけさん友達と政治の議論するいやあんまりしにくいですねでもここではするよね、はい、共同体の中ではね。うんはい ということで、その、まあ、要は、中間組織って共同体じゃないですか。はい、町内会でもいいんですよ。うん、よく町内会とかに国会議員の先生が来て、それなんか、まあ、車座になってこう、話して、話したりするんだけど、そんな地元と結びついてるとか言われるんだけど、当たり前だそんなこと。<laughs> <laughs> 当たり前ですよ、はい、でその町内会とかの議論で実際に国会議員の声聞いて「あこいつダメだ」とか「うん、あとこいつはいい」とか「あれこれしてくれ」とか「ダメなのか」っていうような議論をするっていうのはこう積み重ねてて最後権力というものになるのが健全な民主制です。一番まジいのは一番まじいのは権力と有権者がダイレクトに結びつくことなんですよ、ね。だって議論ないもんね、はい。ということなんですね。ということで、えー、2020年、まあ、1月に始まった、まあ、コロナパンデミック。 によって一番打撃を受けたのが飲食店なんです、はい、あの今でもその飲食とコロナの蔓延との,その相関関係というか関連性のエビデンス出てないんですけど、はい、でもどうやらあれはあれでしょうね要は飲食をスケープゴート生贄にのヤギにすることによってみんな動かなくなるでしょうというその行動制限の狙いがあったような。はい で私は別にあの飲食業に、あの例えば休業要請するなとか、時短要請するなって言いたいわけじゃないんですよ。やるんだったら保証しろと。当たり前ならゆる全額保証しろと。それだったら別によかったんだけど、それで、えー、でもその、まあ、そこの財務省はですね、保証ってなると予算規模が無制限というか、青天井というか分かんないわけですね。どのぐらい損害が出るかっていうのは。そのじ時間が経てばどんどん膨れていくと。それ絶対嫌だから、だから1店舗1日6万円と。 その意味が不明な協力金を渡して休んでくれってやったんだけどここにもちょっと罠があって、はい、だから飲食店が分断されんのああ<ー>なぜかというと,とそう例えば私とコケさんが2人でこうバーやってました一、はい、日の売り上げ3万円ぐらい6万円はこうめっちゃ欲しいじゃないですか休んだ方がいいじゃん休んだ方がいいじゃん<笑><笑>っていうことで潤ったところもあるわけ、はい、じゃそこをクローズアップするわけでも実際の大規模店舗とかもうみんな6万円なんてどうにもなんないんですよね それでなんか国民実際まだいるんだけどその国民あおっていやあいつらはんか協力金長者だみたいなレッテル張りするわけ<ー>そういう人もいるよいるんだけど大規模飲食店とかもう全然足りないでしょと、うん、いうことでその飲食店同士を争わせるあるいは国民と飲食店を争わせるとおぞましい手法でまあデバイドルールですね分断して統治しろと冷静に考えたら潤った飲食店を攻めるんじゃなくてその政策攻めたほうがいい政府が悪いんでしょだから最初から私は「攻めるなら政府でしょってずっと言ってきたんです 理由は分かってるわけだから、緊縮財政って。いう、うん、それで、まあ、すぐ分断に乗るんですよね。うん、日本国民最近って。はい、それで、あのー、まあ、その、しかも,も飲食店の問題はですね、まあ、組合とか多少あったんだけど、その、政治的圧力団体がなかったんですよ。今まで今まで。までずっとですかずっとへ<ー>なぜかというと、あの、業態バラバラじゃないですか。<laughs> すごくバラバラなんですよ、うん、業態が。 例えばさ、二人でやってるバーってのもあれば、それこそチェーン店みたいな形で大規模にやってるとこもあるっていうことなので、なかなか連携しにくくないですか二人の、二人の店員の店舗と、五十人の店員の店舗。確かに。もうビジネスモデル違いますよね。客層も違うだろうしと。あるいは内容も違うしと。あとは、例えばライブハウスね。あの、さやさんが歌ってるようなライブハウスって、あれ飲食店ですからね。へだって、食事出すもん、普通に。ははい。出すでしょはい。あれ、その高級店と、そのラーメン屋さん。 これなんか連携できますかってなかなか難しいですよ。うんうん、という形で飲食店全体のですねその、えー、団体がなかったんですよ。うん、なかったから戦いようがなかった。はい、山下春之さんが言ってましたけど一人で最初頑張って駆けずり回ったけど何の相手もしてもらえなかった。ねということで山下春之さんあのシェフ、えー、東京ミッドダウンの「はいえー、春山下」はい、私結構行くの。えーうん 春山さん、はい、あの和食の店です。うん、あんな格好してるあの人和食の政府なんだよ。そうなんですよ、ね。はい<ー>はい。ということでそのまあその春、まあ、山下さんが中心になって日本飲食未来の会っていうのを作ったんだけど、はい、まあみんなここに入ってくださいと。うん、でもそれも小さい。うん、小さいということでで実はですねなんだかんだ言って飲食の団体ってあったんですよね。はい、それを連合させる人が出てきたんです。うん ということで、誕生したのがこちらです。2022年4月20日、日本飲食団体連合会設立総会、食団連が正式に発足しました。はい、で、この方々が全員、あれですね、飲食店の経営者の方々。うんはい、で、えー、500人ぐらいいたのかな全員じゃないですよね、はいあ。これも私がよく行く、えっ、ー、と、今半はい,いた。あ、行ったことありますね。あ,すあ、二人じゃないよ。二人じゃないんだけど。<laughs> 今半の社長さんとかもいらっしゃってた。 で、その社長さんたちがグカッと集まって、それで政治団体を作ったというのが、食団連なんですね。で、この設立総会の後に、パーティーがあったんです。はい。で、ほら、食団連のパーティーだから、はい。なんかご飯美味しいんじゃないのとかって思いますたけなんかすよね。しかも帝国ホテルでやってたから、これはちょっと食べたいなと思ったら、あの、ご招待を受けまして、はい。日本飲食未来の会から。はい。で、私とサヤさんで行ってきたんですね。はい。これは山下さんですね。はい。ということです。で、でもね、人数多すぎて、食べれなかったん <laughs> ものすごい人数だったからあ<ー>、はい、まあそれは残念だったんですけど、まあ、その話はいいのねその人数が多いって職団連に入られてる方が多いものすごい熱気でわー,ーって経営者が集まったもんだからあでもいいことですよ、ね、あそれいいこと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 で問題は、はい、この職団連の設立パーティーにですねなんと自民党の国会議員だけで多分140人以上来てるんですよ、えー、今まで相手にもしなかったくせに。 で、野党も、えー、国民民主、維新、共産、れいわ新選組、来てたかなでも、この方が1人か2人、野党は。<ー>ほとんど自民党あ、あと公明党ね、山口代表も言いましたけど、はい、公明、自民党が来てたんですな<ー>何じゃお前らと。はい、つまり、こういう、この、我々有権者が一人一人で、 戦っても全く相手にしないんだけど、団体を作ってさらにその連合みたいな、はい、その巨大なまあ集票組織だよねはっきり言うとができたらそれ寄ってくるんだ。へ<ー>150名ですよ。<ー>そして原田が煮えくり返ったのがですね、麻生太郎財務大臣元財務大臣と小池百合子都知事が来てたんですよ。<ー>それでパーティーで挨拶したのが相手どんな感じの挨拶されるんですか？<ん>え？あの自分が悪かったですとは言えないよね。<ー>あこれからも 協力ししてて頑張っていきましょううみたいな形で小池が言うわけでしょ、うん、お前どの面だけでそんなこと言ってんじゃと。<laughs> 思いますよもう,う、はい、多少は確かにあいつが動いてその飲食のために制作やってるのは確かなんだけど全然足りなかったわけバタバタ潰れて自殺者がいっぱい出てるぐらいですよね。うん、その責任とかは全くもう謝罪も何もしないでそれでもうあのこれから頑張っていきましょうってう感じの挨拶してて、はいはい、で私あの招待客だったから前の方だったのね、はい、その辺麻生とか小池がいるわけ。 本当にね、こんなこと言いたくないんだけどね後ろから蹴り入れてやろうかと思ったら本当に頭きた <laughs> 頭きたわ本当に <laughs> でもなんかブーイングとか起きちゃわないんですかで山下さんとしてはもう事前にそのぐらい麻生も小池も自民党の国会議員150人とか来るのも分かってたから、はい、それを見せたかったみたい。 だからご招待していただいてやっぱりこうまとまるとこうなります、ね、こんなに違うんですよみたいなまああの人も多分まあ本心わかんないんだけど私の予想だと多分腹渡がにっくり返ってくると思う,うきっとそういう方多いですよね <laughs> でもまあこれが政治ですからこれが政治ですほらね耳が汚れるでしょ、はいはい、しかもですよ鬼木誠とか片山さつきとか自民党の緊縮財政派が来てましたからね<ー>それ片山さつきってえーうん 朝まで生テレビ、うん、で山下さん目の前にして日本はロックダウンできないんで保証できませんって言い放った女ですからへ、えー、その片山さつきが山下さんと話してるのを見たらもうね本当吐き気がしたあどんなお話されてたんですか聞、ね、いてない聞いてないない<ー>てないて耳が汚れる聞いたらえ,ー、えその国会議員の方って何のためにパーティーに来られるんですかもちろん周票のためですよあ顔とけみたいなそう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 <ー>、はい、それで、うん、あの次の選挙でしょ があるときに例えば応援してもらいたいとかですね。えー、自民党の国会議員にその資格はね悪いけどとか。えなんかその意見とかを聞くためとかじゃないんですか？えー、全然違うんですね。そうかもしれないですね。あそうですかもしれないですね。違うんですかね。すいます。意見聞くんだったらもっとはあの早めに聞い,といていただいた方がいいよ,、ね、よろしかったんじゃないでしょうかね。あ<ー>、はい。であの会長は服部さんなのね有名なシェフの、はい、で羽鳥さんが食団連はそ圧力団体じゃありませんって言ってたんだけど違う圧力団体なれと。 もうそのパラダイムシフトしたから、今までだと、例えば圧力団体だとか、既得権益だとなると悪者なんだけど、もう我々は自分たちを守るために圧力団体にならなくちゃいけないよ、というような時代が、うん、に変わったんだと思う。はい。だ小泉政権期から、まあ菅政権、安倍政権ぐらいかな。第二次安倍政権ですけどね。うん ぐらいまではやっぱりこういう中間組織っていうのはもうイコール悪みたいな感じね自分たちの利益を守るために政治的な圧力をかけて自分たちの利益を守って国民内外省をしているってっていや全員国民じゃないか <laughs> あでもなんかそれわかります分かるでしょなんかその食談連の話の時になんかツイッター中で、はい、全然関係ない方が そのやっぱ自分の利益守るための団体が出来上がったみたいな感じだと当たり前じゃん書いてて当たり前じゃんほかにどうするっつうの私たちがそう,もう思っちゃってるんだなそ,うそれも刷り込み小泉政権期からのずっと刷り込みがあったので自分たちの利益守るために自分たちで政治活動するためにその団体作って圧力かけるっていうのがおかしいってことになってるんだけどお前の方がおかしいですよま、うん、っとうなんですま、ね、っとうなんです他に方法ないんだもん,んはいということなんですよねだからで実はねこれ皮肉な話なんですけどあの こうま、前のグローバリズム、第一次グローバリズムっていうのは、まあ、ある意味今回の第二次グローバリズム以上に自由で共同体壊していったんですよ、はい。人の移動の自由すごかったですからね、今どころじゃないですよ。アメリカに何,何百万人とこう渡るわけ。はい、あるいはその、これも変な,意味だけど変なイメージだけどそのにえ、西アフリカから黒人の方々を奴隷として払っていって、はい、これも人の移動でしょ、はい、はい。という形で、財と人と資本の移動の自由っていうのは、あの実は第一次グローバリズムの方が激しかった。んでここみんなバラバラにされたんです。う まあ、いわゆるその、えー、自己調整市場ですね市場はちゃんと自己調整するんだからそれに任せとけばいいんですよとでみんなバラバラで共同体なくなくていいんですよと、はい、労働は市場化しましょうと土地も市場化しましょう貨幣も市場化しましょうこれが金本一成なんだけどねで国家から貨幣とか土地,の土地の管理とか労働者の保護の権,力を権威を取り上げましょう権力だね権力を取り上げましょうそれで市場で自由に売買すればいいんですなんてことやってたんです。へー でそ,まあ、それに対してもう第一次世界大戦が起きて、はい、あの逆方向にようやくこう転換が始まったんですけど最初は第一次世界大戦が終わってもまだ市場は正しいんですってやってたんですみんな金本一線に戻ったんだけど、うん、そこで大恐慌になっちゃったんですね。<ー>はい、でもうダメだってことで1920年代はまだその市場がいいんですっていうのをこう守ろうとしたんだけど30年代からもう革命的になってきたんです、えー、逆方向にいくにその時にイタリアのムッソリーニが 作った政党がまあファシスト党って言うんですけどねいわゆるファシズムですそのファシストってファッショっていうイタリア語から来てんだけどこれが何の意味を持つかファッションじゃないのよファッションどういう意味ですか束ねよう連帯しようと同じこと言ってない行き過ぎだけどファシズムははい。でもやっぱりですねこんなにバラバラにされて我々一人一人が政治的な意思を全然伝えられないということでこういう中間組織で束になってですよ それがさらに束になって、まあ、連合団体ですね。団体とかになって、それで政治に声を出す。で、あの、ファシズムと違って、私は別に議論排除しろって言ってないから、そこで議論して、それで国会議員が議論して、ぐじゃ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 と決めなさいと言ってるわけなので、だから、あの、同じような状況なんですよね。うん。下手したら、だからあれですよね。それこそ、ファシズムチックなもの生まれかねないじゃない私、連帯って言ってますけど、はい、それ無則に言ってたのと同じなんだよ、実は。うーん。束<摩>。ファッション。 ファ,ッショファシスト党の党記っていうか党所か党所って真ん中にえ木の枝だかなんかを束ねたのがボーンってあるんですよ。へえ<ー>。束にならないと勝てないってことですよ。ある<ー>いは棒にもとなんから3本の矢ですね。あ<ー> 1>, 1本だと折れるけど3本だと折れないだろう、はい、まあ本当かどうか分かんないんだけど本当かどうか分かんないんだけど、まあ、そういうことなんですよ。でだからあれですよねここまでなんか堂々とオープンに連帯しましょうって呼びかけてるのってまあ私ぐらいのような気もするんだけどそうしないと勝てないんだもん。うん であの飲食業の方々にもう連帯してくれ連帯してくれってやってたら、はい、山下さんとかがあの活躍されて、うん、まあ今回の職団連、ね、の誕生に至ったわけですね、うん、でもう経営者の方々分かってますよ一人じゃ勝てねえとグローバルダイニングの社長さんが、はい、あの自粛に反対して、まあ、裁判を起こされて、はいまあ、あの方も立派だと思うんですけども、うん、結局一人だと訴訟うんぬんで,で訴訟で勝ったとしてもどれだけ政治的な圧力かけられるのかな、うん、そうですねそう でも、そういう経営者たちが何百人、何千人、何万人とまになれば。向こうから来るんだよ。そう、向こうから来るんだよ。<laughs> これもう、<laughs> 腹立って腹立ってしょうがないんだけど、うん、これが現実の政治なんです。うん、ちなみにね、飲食業って、2019年は26兆円の市場規模だったんです。16年 ?19 年。19年、はい。でかいですよ26兆円だから。うん、それが、2020年は18兆円ですよ8兆円消えたの。26兆の8兆が消えたんです。ここまで急激な、 市場縮小に見舞われた業界って今までちょっと聞いたことがないです。うん、まあそれはね、あの政府が、あの、権力使って店と出すなあ、あ店やるなってやったわけだから。うん、そうなりますよねそ。それに対して十分な保障したんかいと、してませんよと。うん、それどころかなんか保障中途半端にして、国民に飲食店攻撃させたり、飲食店同士を争わせようということをやってきたから、はっきりとおぞましい。うん、そのおぞましい連中が、だからその食談連のパーティーにブワーっと100名以上来ると。うん 嫌な境でしょで,すねでもこうやって解説されると腹立つかもしれないんだけど、はい、こんなもんだ<ー>こんなもん,なんだ悪いけど現実の政治っていうのは、はい、こういうすごくむかつくね本当に耳が汚れるような状況の中であがいてちょっとでも状況を回転させるべく連帯して声を上げていかなくちゃいけないというのがですね<ー>まあ今回の教訓でございます私は理屈では知ってたけど山下さんに招待されてもうそこに麻生太郎とか、はい、そこに小池入子がいた時は本当に腹立たない言振り返った<ー>おぞましいこいつらはと。 でもそのおぞましい連中も同じ国民だしそのおぞましい連中を使ってでも自分たちの状況を改善させなくちゃいけないというのが政治という話なんですよねいかがでしたでしょうかなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか 実は、日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が、日本の没落を望む七人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コード、または概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。 ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。